máquina! ¡Esquisa!振り返ってみて意外でしたでしょう。そうですね、まあ、意外と攻められたかなっていうのは毎回言ってるかもしれないんですけどあって、多分まあ
腰を攻めてくるっていうのは私のスープ X を警戒してのことだったと思うんで、で向こうに腰の決定打がなかったので救われたというか、そんな感じです。優勝狙ってる小田選手としてはちょっと手こずってしまったかなってところですかね。そうですね、もう小石につまずきかけた。でも割と大事な試合の時に春日萌香には負けたりしてたんで、今回でその苦手を克服できたかなって思います。点数的にこれで7点、山下選手が8点で今日終了しました。はい、まあ、だから残り2試合勝てば確実にいけるってことですよね。いや、長浜とサリーちゃんなんでいけます。残り2試合勝てばいい話なんで勝ちます。皆さんがご存知かわからないですけど、水波とのテテマチの後に、まあ、彼女から夜と言われたことがあってそれはリング外の部分に関しては私は別にあんたのことをバカにしてるわけでもないし、むしろ尊敬してる部分もある。でも結局プロレスなんだからリングの上が全てなんじゃないのっていう、まあ、結果が過程はいいんですよ。結果として繋がらなかったので正直そう。今年一番悔やまれること